週刊ナチュラルガール。週刊ナチュラルガールってどうした？どうした？今日急にねちょっと連絡取って、うん、はい、あのいても立ってもいらんなくなっちゃったね、俺もね。いても立っても、まあまあ、急に呼ばれたんで。そうそうそう。はい、今日こうして来たわけよ。ちょっとね、俺一つどうしてもねこう区切りをつけないといけない、なるほど、話があってね。はい。まあ、みんなちょっとニュースとかで聞いてると思うんですけど、はい、IMO の高橋幸宏さんが、はい、今年の1月11日、お亡くなりになりました。はい。まあ、ニュースは、見たでしょ？見ましたし、ね、連日ね、報道されてましたよね。結構、あれだよね、思いのほか大きく、報道はされてたね、うん。そうですね。うん。テレビとかでもね、何回もやったし、はい、新聞とかでもね。はい。うん、大きく出てましたよね。結構でかでかとね、はい、出てたんでね。うん。まあ、それなりに。きっとね、まあ、思うところあるんだろうなと思いながらも、いろいろね、もしかして、きっと、これを語りたい、どっかで語りたいんじゃないかっていうのは、思ってはいたんですけど、それが今日ですね。そうそうそう、はい。そうなんだよね。なるほど。あれなんだよ。だからもう、高橋幸宏が亡くなってから、ずっとね、編集も手につかなくなっちゃってね。だからか。そう、ちょっと力落としちゃってね。ちょっとね、ここで一区切りつけて、またもう一回ね、はい、編集やろうっていう気になるかなと思ってね。はい。そのために今日ちょっと、追悼ってことでね。はい。はい。あれ、タミちゃんは高橋幸宏とかって、なんかある印象みたいな。なんか CM 出てません。まあ結構出てたと思うんですけど、うん、コーヒーかなんかの CM 俺、コーヒー出たっけ？コーヒーだっけ？紅茶かな？なんだろう。職業選択の自由、あははって昔。ああ、まあ聞いたことはある。ね。それに出た印象しかCM はないかな。まあ、やっぱり、ね、ドラマ。ドラマだね、いうところで、うん、もう本当にその昔のね、はい、映像をまあ YouTube でだいぶ見させていただきました。はい、それまでのさ、ほらドラマってことはデブが出てくるそれまでのイメージだったじゃない、昔って。まあガタイがいいっていうかね。そうそうそう、うん、そういう筋肉質のマッチョな人が叩くみたいな、うんうん、まあ印象はあるかもしれないね。そういうイメージを覆したのが高橋幸宏でもあるしね。もうスタイリッシュにね。革靴を履いてドラムを叩くっていう、ファッションデザイナーでもあるからね。ああ、おしゃれだよね、あの人ってね。そうそうそう、おしゃれ。なんか知ってる曲とか。ライディーンを作った人みたいな。あ、はいはいはい、はい、やっぱライディーンって一番有名じゃない。そうだね。一番有名だよね。だね。うん、もうそれ間違いない。間違いないよね。間違いない。を作った人みたいな、ね。鼻歌で作った人みたいな。そうだね。なんかそんなのを聞いたことがある。あれね、小説あんだよね、実は。あははは、鼻歌で歌ったのを、坂本龍一がメモして、喫茶店でメモして作ったっていう、一応逸話もあるんだけど、なんか最近ちょっとくすが入ってきて、はい、実はちゃんと家で作ってきたってい う, うん、そういう関係者の、ね、証言なんか出てきちゃったりして、まあ昔の話だからね。まあね。結構ね、その辺は曖昧ではあるんだけどね。本人たちも意外と覚えてないものことってあったりしますもんね。意外に覚えてないんだよね。意外とね。我々もそうですもんね。でさ、高橋幸宏が亡くなるってことは、はい、イコールね、YMO が終わった日でもあるんで、それが。YMO ってね、実は細々とずーっとやってたのよ。一回散会して、ね、やめたんだけど、その後10年後に一回再生っていうのやって、で、それももう自然消滅みたいになくなったんだけど、もう2000年超えたぐらいから、はい、2000年以降か、2007年になんか CM の、キリンラガーのシーンで、ライディーンっていうのを、なんかね、久しぶりにやって。されたやつやってましたよね。そう、それ以降ね、はい、なんかね、結構ね、もう、わだかまりも、そう、わだかれまりもなくなって、はい、結構ね、やってたのよ。うん。まあ、自然に集まる、誰やろう、みたいなね。うん。感じで YMO って実はね、細々とやってたんだけど、まあ、それが、完全に終わったと。うん。うん。ね。うん、YMO の歴史も、高橋幸宏の死とともに終わってしまったって、うん。おいくつだったんでしたっけ？ 70 歳。ちょうど？そう。で、俺はほら、高校2年の時から YMO を聞いてるのか。そっからずっと聞いてるから、はい、33年ぐらい聞いてるのかな。YMO の一員としては高橋幸宏っていうのはずっとね、俺の、ね、もうそれこそもう根底のとこに根っこの部分であったから、その人がね、
亡くなって、根っこの和平門が亡くなったっていうのは、本当にね、俺にとっては、なんていうか一大事、一大事じゃない。俺にとってはね、もう重要な、重大なことなんですね。YMO ってさ、結局さ、よく細野さんも言ったんだけど、はい、YMO って、高橋幸宏のバンドだったの。これよく細野さんも言うんだけど、それなんでかっていうとさ、YMO って言うと、ライディングがまず浮かぶでしょ、はいはい。ね、高橋幸宏のライディングが浮かぶでしょ、あとこう、なんかイメージとして赤い人民服を着て、こう、ライブやってるイメージがあるでしょ、ね、はい、あれも高橋幸宏デザインだしね。あとは胸キュン歌ってるとかね、胸キュンもリードボーカル高橋幸宏とかね。そういうね、結構みんながこう表面的に知ってる部分っていうのは、高橋幸宏が追ってた部分って大きいんでね。歌ってたよね、よくね。そう、あの人リードボーカルとか。基本そうですよね。そう。ああ、そうだそう。まあみんな歌ってたんだけど、なんか全員でやるときはリードボーカル高橋幸宏だからね。確かに。そう、だから YMO イコール実は高橋幸宏って言っても、いいんだよね、当時から斬新だったんだね、ドラムを叩きながら歌うっていう、そうだ、ね、少しね、その後 CCB 出てきたよ、ね、CCB が出るまでは、やっぱりそうだね、その原型にもなったかもしれないね、まるで宗教家のようなこう、細野晴臣っていう、はい、天才がいて、あとはこうアカデミックなね、もう専門的なもう教育を受けてる坂本龍一、はい、教授ね、教授2人がいて、この2人が仲悪いのよ。あ、そうなんですか。そう。じゃあダメじゃん、今。特に。2人になっちゃったら。じゃあ当時ね、当時。特に坂本龍一が若いから、多分この細野さんにね、反発して、で、それで、その間を取り持ったのが、高橋幸宏だった。俺は太鼓持ちだって、ドラマだけに太鼓持ちだってよく言ったけど。うまいこと言う。でもやっぱトリオってやっぱそういう人が一人いるから、そう、うまくいってるってね。そういう役割も担ってたから、まあそこもほら高橋幸宏のバンドであるっても言える理由の一つでもあるんだよね、YMOはね。はい。だからこの、今はもうでもね、わだかまりはもうみんなないのよ。もう年取っちゃったから、そういう若い時のわだかまりとかはないんだけど、自然な感じで、二人も仲悪いってこともなくなっちゃったからね。やっぱみんな年取ると丸くなるんですね。まあそういう高橋幸宏がいなくなっちゃったんでね。まあもう永遠に終わったと、YMO は。と、矢野顕子もね、コメントで、YMO goes forever って、もう YMO いなくなっちゃったってね、コメント出してたけど、そういうことなんでね。はい。で、せっかく、ちょっと一応持ってきたからさ、ちょっと紹介するの。これね、ほんとね、今になって反省してんのよ。意外にね、持ってないのよ。高橋幸宏。意外にないの。まあ、YMO は当然持ってるとして、ね。いや、意外にあるでしょ、これ。違うんだよ。これはね、ある方に入んないの。まだまだある。一応全部、一通り見せてくる。持ってるやつ。ね、これ、ソロアルバム。ね、でも、高橋幸宏さんのソロっていうのは、こう、3人の中で一番ポップな、ポップな歌物。胸キュン的な。そう。だから、YMO の活動がだんだん途中から、難しい、こう、重くて暗い内容になったんだけど、それを、こう、もっとね、ポップに昇華する、活動っていうのをずーっとやってたのが高橋幸宏。こうやって歌物。はい、ね。他の坂本龍一とか細野アルバムは、もっとね、実験的なさ、インストゥルメンタルだったり。はい。音をね。そう。強調してますよね。ポップさとかっていう、そっちよりもこう、なんかもっと実験的なことばっかりやったんだけど、高橋幸宏は常にポップの歌物。なるほど。そこが逆に、その二人よりソロの評価が高くないっていうね、その分かりやすさっていうのかな、そういう原因にもなってるっちゃなってるんだけど、はいはい、ね、でも今この年になると逆に結構しみるね、この高橋幸宏のさ、歌っていうのが結構しみるね、なんだこれ途中からアコースティックになっちゃって、結構
何あのアコギとか持ったりしてアコースティックになっちゃってからあんまり俺も聞かなくなっちゃったんだけど、うんうん、でも今になってみるとあの CM とかであれ元気なら嬉しいねとかって知ってる名古屋と結構そういう優しい歌が多いのよ。なんかこの年になるとねそういうのが逆に染みてきたりするね。うん、その優しいポップ、がね優しい人なんだろうねきっとね。それがもう曲に現れてる、歌声も曲もね、って思いますよ。そうですか。はい。まあこれからねちょっとねあの結構俺持ってるのはあのテクノキって言われる時代のやつしか持ってないんで、なるほど。ちょっとこれからね、あの頑張って集めて、はいはい、あのまたある程度溜まったらこういう活動してたんだっていうのをね、あのみんなに紹介したいなと思うんでね。うん、またそれはぜひね。はい。ひとまず今日はこう追悼の意味で、ね、軽く、はい。あとねこれ、これ最近もこれメタファイブっていうね。はい、これ最後のバンドになっちゃったけど、メタっていう言葉自体も最近じゃないですか。うん、結局ね、うん、ポップだけど最後までね攻撃的なことやったのでも、うん、高橋幸宏だったかもしれないね。すーごいもうかっこいいんだよ。70にもなって、70近くにもなって、もう本当にこう前線で頑張ったっていうね、若いこのメンバー使ってね、その何なの活力っていうかさ、それとか本当すごかったね。永遠にね我々の心の中にはね、はい、生き続けてます、はい、いますんでね、はい、これからも、はい、たくさん、はい、あなたが作った曲を聴いていきたいと思います。はい、はい、そうですね。はい、じゃあライディーンでお別れしましょうか。ライディーンでお別れしましょう。せーの、はい、ありがとう。ありがとうございます。